ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってから。いいもんですね。大人数で移動するんじゃなくて、こういうしんみりしたのも、いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ。寒いわ、空腹だわ、ろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか。黒い剣士は諦めて。そのつもりはない。大神院の連中に、製鉄先師団は難民ともども怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか。鋼鉄どころか、下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それに、あの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなったヴァンディミオン家。その財力は世界屈指。諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。小さな暴君である彼女の常軌を逸した行動は人を遠ざけた。しかし彼女は怯えていた。広大な牢獄に放置されて。石泥どうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。さて、追っ始めるか。
てめえらに付き合ってる暇はねえんだよ。じらして通るしかねえな。
あ、ガッツの分まで全部食べちゃったよ。ガッツ、いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる、全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ。そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、年中無休トコハルのエルフィンパラダイス。おう、うるわしの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。さて、追っ始めるか。寝るの、夢を見るの、あいつの夢を。ねえ、どうして、なぜあいつを追わないの。やっと会えたんじゃない、もう少しじゃない。行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから放っておこうよ。そんなに大切なの、グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの、思い続けることができるの。この女を今も、こんな女のみで。グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから大切なんじゃないの。この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば、もっともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ！そんなはずあるかよ。そんなはず。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。やばいよガッツ、起きろ。ちょっと眠り込んだ隙にキャスカが逃げちゃったんだ。急がないと日が落ちる。手分けして探そう。キャスカ、
なんで寝ちまったんだ。しょうがないよガッツ、何日も寝てなかったじゃん。じゃねえか。あれはいつだった。最後にあいつが笑ったのは、ヒロが俺を蝕む、守ることにギリギリで優しく接するゆとりが消えていく。自分自身への不信が拍車をかける。投げ出さないと、傍らにいると誓った。だが遠くなる。やりやがる。それだけを願った。甘すぎた。手にしただけで俺があいつを置き去りにした年月が拭えるはずがない。置き去りにした時間だけ俺はあいつから離れちまったんだ。これはきっと神様のお恵みだぜ、しがねえ盗賊家業の俺たちへのよ。まあそういうことにしとくか。神様感謝しますってくれ。キャスカ。あっちでお頭が。キャスカ。
キャスカまさか。そうか、ズタズタにしてしまえ。グリフィスがしたように食いちぎれ、突き刺せ。生け逃げだ。お前は全てを失うべきだ。全て力の糧としよう。というわけでお客様をお連れしました。いや、お前ら探したぜ。あれからずっと血眼になって、俺から逃げようったってそうはいかねえ。さあ約束だ、貸しを返してもらおうか。教えられてやろうじゃねえか、あんたの剣の奥義、非奥義余すところなく。ではお前が正式にエルフ次元流門下に加わることを認めよう。で、お前らは何なんだ。まだ俺をとっ捕まえるつもりか。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。こら、お前もひざまずかないか。何の真似だ。怪しいぜ、急に手のひら返したみてえによ。きっと隙見て踏んじばるつもりだぜ。なんて言ったってそいつらは法王朝の。私はすでに減属した身、漱石は捨てました。私は知りたいのです、私のすがった秩序を超えた真実を。そして学びたいのです、秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。小難しいこと言って煙に巻こうとってそうはいかねえぞ。それじゃおめえらがキャスカの姉ちゃんにやったことの落とし前はどうつけんだよ。火あぶりになるとこだったんだぞ。筋を通しやがれ。さ、土下座の一発でもしてもらおうかい。できんのか、プライドの高いお貴族様に。言う、今はこれぐらいしか。お詫びはいずれ必ず。坊さんだの貴族だのってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。それに落とし前も詫びもいらねえよ。俺もあんたらのお腹も切ってる。お互い様だ。けど導くってのは勘弁だ。俺の柄じゃねえ。何が知りたいのかわからねえが、勝手にやってくれ。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。感謝を。そいつはまだ早えよ。明日の朝にはあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。なんか変だ、あのガッツがこんなにあっさり他人を受け入れるなんて。俺一人なら、いつもの俺なら一も二もなく拒絶しているところだ。正直今度ばかりは参ったぜ。この俺が初めて赤の他人に期待している。自分のまがまがしさに戦慄している。己の無力に打ちのめされる。
さて、追っ始めるか。
すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。ここで蹴りをつけておかねばならないようです。俺の全部でやり遂げるのみ。
が痺れてきたぜ。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さんミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。ああ、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。さて、追っ始めるか。で、また負けた。強くなる方法を教えてくれよ。内地へ絞って考えろ、自分で。お前そうやってきたんだろうが。今まで冷たいよな。その点エルフ次元流は手取り足取りマンツーマンで。お優しいことですね。もしよろしければ薪拾いに付き合ってもらえませんか？とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか。私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな、もう。なあ、すっとぼけたこと。その気がねえなら俺は行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。やっとあの時の面に戻ったら。あなたと行動を共にすることでファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならばこんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。ですがこれはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまったと。まあ個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は
私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですがもしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り一個人としてお相手させていただきます。気苦労の多いこったぜ。人間じゃないぞ。ドロール一色あり。ファルネーゼ様、急げ。やつが危ねえ。ままだとねえ、どうするの？なんだよこいつ、見た目のしょぼさと全然違うじゃんか。危険です、静かに。ここに結界を張ります。誰だお前。魔法だ、魔法の儀式だ。それじゃまさか魔女。どうやった。Thank you.
大丈夫か？うん、なんとか。あの子が魔法で、ってあれ、いない？何言ってんだ。ここは危険だ。抜けるぞ。魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。そういやそうだね。どの口で言う。トロールに魔女、まさか使徒か。なんだここ、すげえ。マジでおとぎ話だぜ。なんだろう、この懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先。いや、何かが違う。あの連中、どうやって結界を抜けてきたのかしら。立ち入れないのに。なんだろう、あの二人。まるであの二人が人間神を引き寄せているよう。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。
ようこそ霊樹の館へ。弟子の非礼をお許しください。何分我が身を案じてのこと。私が当館の主フローラと申します。これが魔女？俺は魔女って言やてっきりとんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしても、それはあなた方の神に仕える者たちすべての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、お会いでき嬉しいわ。私はあなたたちをお待ちしていました。待っていた？あんた俺たちのことを知っているのか？楽院を知っている？まさか死と。いや、しかしこの感じはかすかにうずくが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽院のことを知っている？お告げがあったの、隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽院の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ？一体誰が？その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど、トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの、人の目に触れることすら滅多にあるはずがないのです。あの化け物とも倒してこいって？自分でやっつければいいじゃん、魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。死期が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール家を生かせましょう。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか？もちろん無償でお願いするつもりはありません。その楽院の呪力を弱める呉服をこしらえましょう。引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる？あれを？その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい、シール家。皆さんよろしくお願いします。あんた、こいつを知ってるか？ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリット、隔離世の真相と宇都世を結ぶ鍵、五人の御使いを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その楽園、彼らが刻んだものね。復讐ですか？あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。何でもお見通しか。矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている。これはあなたの考えているような、何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。ベヘリットとは
人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇津世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべき者の手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。ああ、ちょっとちょっと、俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる？お前のか？そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、ベッジーの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド、奴らは一体何者なんだ？それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと、そして転生した彼らがカクリオの遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。おそらくその領域には、人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。よしっと。出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするな。これなんです、この軟膏は？魔女の軟膏といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇津世の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態は全て、隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつはイカすぜ。